9回の表、スタリシーガルズの攻撃は8番近藤に代わりまして吉川、バッターは吉川、九州国際大学背番号23。Thank you.
ただいま行われましたスネーシブルーパイレーツ対ピカリシーガルズの試合は、ご覧いただけましたように4対2をもちましてスネーシブルーパイレーツの勝利でございます。